今度ストレートが減ってスライダーが増えてきた。ちょっとずつその配球の割合を阿部慎之助が変えています。ほとんど先ほどは真っ赤ストレートばっかりだったんですがスライダーが増えました。先ほど陽大館のところではその陽大館の審議を見せて堀内さんはスライダーが多いとおっしゃいましたっけ。そうですね、はい、スライダーボール気味にフォークを投げるんですね、はい、篠塚さんこのスイングどうでしょう迷ってますか。そうですね、だから本当に1本になんか絞り切れてないようなスイングですよね、まあ、やっぱりこの沢村のこの投球から見ればやっぱスライダーは狙えないと思うんですよね。もう本当にまっすぐだと思うんですけど、まっすぐ打ち返した。やはり最後は決めて、まあ、追い込まれましたからいろんなものを待ちながらなんでしょうがストレートを叩きました。今の高さだとやっぱり意外と打ちやすいかもしれないですね、はい、そして今波です。川村さん、はい、ファイターズの栗山監督なんですが1年前の